ハローでー、こんにちは。高津工の日野原と言います。本日はですね、福祉についてちょっと一緒に学んでいこうかなというふうに思います。福祉っていうのはね、結構曖昧なイメージを持ってる人が多くて、特に形容詞との違いだとか、特徴の部分で、割とね、曖昧なものは受験してしまうっていう方も、いてるところではあるんですけれども、確かに難しいところではあるんですよね。例外が多いですから。ただ、福祉の、例外っていう部分を抑えていくためには、まず基礎、コアの部分を、しっかりと固めていくというところが大切になってきますので、今日はその部分のお話をしていきます。で、福祉って何ですかっていうところからでございます。まず、日本語でどうですか？皆さん、福祉って言われたときにポイント出てくるでしょうか？これをね、聞いたときに、例えばじゃあ、形容詞って何ですかって日本語で聞いたときに、美しいとか、いいで終わる、いうふうに答えられる人が多いんですけれども、福祉って何ですかって言われると、ポッと出てこない。で、私自身ちょっと関西の人間ですので、私が、福祉のお話をするときには、これを使います。はい、めっちゃというところで。はい。じゃあ、めちゃってなったときに、後ろどんな日本語来ますかってなったときに、こう来ますよね。めっちゃ食べるやん、自分。みたいな。こういった形で来ますよね。じゃあ、食べる。これ何しかっていうと、うーって言ってね。うーで終わっていくもの。終止形がうで終わっていくものなので、もちろん動詞でございます。はい。というとこから、このね、めっちゃっていう副詞が食べるという動詞にかかっていっている。説明を加えている。文法的に言うと、修飾しているというふうに言います。はい。で、じゃあ、他。なんか持ってきましょうってなったときには、こんなもん言えますよね。自分めっちゃ早いなっていう、自分めっちゃ早いなっていうことも言えます。じゃあ、これ、いいで終わってます。いいで終わってるってことは、先ほども言いましたが、形容詞でございます。なので、こういった形で、早いっていう形容詞にも、副詞っていうのは、就職できるよっていうことでございます。じゃあ、他に何かっていうと、まだまだあって、こんなも言える。めっちゃ早よ食べるやんっていう言い方もできるわけですね。はい。ってなった時に、もちろんね、先ほど見た早くっていう部分が、食べるを就職していて、で、めっちゃ今回早くを、就職しているっていうふうになるわけです。はい。ってなったら、どういうことかっていうと、ここ、ね、今回、動詞を就職してますから、副詞の部分が、ごめんなさい、早くの部分が副詞の働きです。で、さらにそのめっちゃっていう部分が、早くを就職してます。ということは、何が言いたいかって言いますと、副詞っていうのは、副詞自身を修飾することもできるということでございます。めっちゃ早く食べるという形です。はい。ただ結論としては、どういうことかというと、副詞って、例外もちろんあります。例外もちろんありますが、基本のイメージっていうのは、副詞っていうのは、形容詞や動詞や、に就職していくっていうのが、基本の形というふうになりますね。なので、これをじゃあ英語で言うと、例えば、eat much とか、very fast とか、
eat very fast っていう風になっていくわけですが、まあこれもね、今回 much っていう副詞が eat、fast、 ごめんなさい、 very っていう副詞が、fast っていう形容詞で、very が fast、 fast が eat っていうような形で、まあ就職しているっていうところでございますね。なんで、まあ日本語で何なのかっていうと、めっちゃまあなかなかこれで落とし込めない人も多いかと思うんですよ。やっぱり関西の人間じゃないとそのこと言われても困ると。はい、もちろんでございます。その通りでございます。じゃあ、それ以外の話で副詞の働きっていうのがどういうことかっていうのをお伝えしてみましょう。別角度用意しています。別角度は何なのかというと、副詞は英語で言うとどうなのかっていうところでございます。副詞は英語で言うと above って言います。ね、above。で、このね、もちろん、ここの、ごめんなさい。above っていうのは、これ何指してるかっていうと、まあご存知、SBOC の V、つまり動詞っていうこと。バーは動詞っていう意味ですね。で、じゃあこのセット時ってやつですね。まあ例えば、in とかね、on this とか、いろいろこう前についたら、その言葉に意味を付け加えるっていう、セット時っていうものの中で、この as っていうのは、どういう意味を付け加えるかというと、何々の方向へっていう。意味を付け加えます。なんで、意味的には、to なんちゃらみたいなニュアンスっていうのを、まあ、含んでいると、こういうところでございます。なので、above っていう、まあ、字のごとくですね、動詞の方に就職していく。っていうのが、まあ、副詞の働きだっていうことが、その、副詞という単語の字の成り立ちからも捉えることができるということでございます。はい。なので、まあ、本当に基礎の基礎っていうところなんですけれども、副詞っていうものがどういうものなのかっていうことを、まあ、こういった形で、まあ、めっちゃっていうのと語源っていうところからお話ししてきました。そうですね。一旦、ここまでにしておいて、次回は実際、どういった形で副詞を使っていくのかっていうところも、ご説明